皆さん、こんにちは。アリョーナです。はい、なんか髪の毛がすごい伸びたかのように見えてるんですけど、これはですね、伸びたんじゃなくて、なんかトリートメントをしたらすごいサラサラになって、で、なんかまっすぐになって長く見えるようになりましたけれども、伸びては特にないです。まあ、いつに比べるかによるんですけどね。はい。で、今日お話ししたいことは、皆さんご存知の通り、年末年始に私が母国のロシアに行ってきたんですけれども、まあ、実はですね、向こうに滞在している間にいろんなことがありました。まあなんかこう、私の体でなんか悪いことがあったとか、っていうことはなかったんですけど、実は向こうに滞在している時に、いろんなこう考えさせられることとか、いろいろとありまして、今日は皆さんに、そのうちの一つについて、打ち明けたいと思います。で、まずはね、ちょっと余計な話から始めたいんですけど、ずっと面白いなって思って、どっかの動画の中で話したかったんですけど、機会がなかったので、今日話してみます。はい。で、その面白いことっていうのは、電車での出来事です。動画でも紹介したんですが、私はモスクワから寝台列車でふるさとに行ったんですけど、その電車乗ってる時に、ちょうど私の真上からですね、あそこにお兄さんがいました。まあ、そのお兄さんは多分ね、年は近いかと思います。30代ぐらいのお兄さんで、で、なんか化学、化学やってて、その化学関係のなんかの認定試験を受けに、モスクワに行ってきたらしいんですね、そのお兄さんはね。うん。で、まあ、同じこう個室になってるから、合計人でね、女性3人とそのお兄さん1人だけど、で、まあ、みんな喋ったりすることが一般的なんですね。で、まあ、喋ったりはして、まあ、また休んだりとかしたんですけど、で、ちょうどそのお兄さんが私の真上の段だったんですね。私が下段で、で、真上がお兄さんね。で、いきなりお兄さんがこう、頭をこう下に、こうやってね、私のところにぶら下げて、ねえねえ、お姉さんって日本に住んでるんでしょ？ってことは日本語わかるよねっていきなり聞いてきて、あ、うんうん、わかるけど、どうしましたかって聞いたら、ちょっと待って、訳してほしいものがありますってそのお兄さんが言って、で、自分のリュックの中で何かを探し始めました。で、大体ロシアの男性が訳してほしいっていう時っていうのは、トヨタ自動車の取扱説明書が一番多いです。なんかこう、自分で修理してるけど、これわからないとか、もう本当に説明書差し出されることが多いんですけど、このお兄さんもバイクか車かなんかの、取扱説明書を私に渡してこれ訳してって言うかと思いきや、なんかね、10分ぐらい彼も荷物の中で必死に探した後に、パーカーを出しました。自分のザックの中からね。そんでそのパーカーの後ろをこうやって私に見せて、はい、これ、ねお姉さん、ここに、なんて書いてあるのって、めっちゃ興味津々に聞いてきて、で、そこに、なんて書いてあったかというと、そこには、進撃の巨人って日本語で書いてありました。で、それをお兄さんに伝えたらめっちゃがっかりしてました。それしか書いてないのって、めっちゃなんかしょんぼりって感じでしたけど、なんでそんながっかりするんですかって聞いたら、いやまあ、このパーカーはもちろん、進撃巨人関連のものとして買ってるんだけれども、それ自体は知ってるけど、まあせっかくだから、この辺りだったね、この背中のね。なんかそこにすごいかっこいい、何か自由に関する、なんかこう、進撃の巨人の名言かなんかが書いてあると僕が思ってたんですよ、つって。で、長い間、カザス式の翻訳機とかなんかで、いろいろと訳そうとして訳せなくて、で、やっとね、たまたまこうやって電車で日本語わかる人に会ったのに、そこには作品名しか書いてないのかよって、まあ、こう、謎が解けたことに対してお兄さんは、ホッとはしたけど、かっこいいなんか自由とかなんかについての名言ではなくて、ただ単に作品名だったということはかなり悲しかったみたいです、彼は。うん。この面白いこともあって、なんか、誰にどこで会うかわかりませんよね。そのお兄さんもね、まさかその電車で日本に住むロシア人に会うとは思ってなかったんでしょうしね。うん、はい。まあ、こんな話もあって、どっかで話したかったから話しちゃったんですけど、今日の本題ね、ロシアで会ったことです。私に会ったことね。それが、何から話せばいいんだろう。まあ、結論から話すと面白くないから、
実家に滞在してる時は、まあ大体夕方くらいまではこう散歩したりとか、まあ作業したりとかしたけど、大体まあ夕方、まあ遅くとも8時ぐらいには帰ったりしてました。で、実家に帰って、テレビをつけるとですね、なんか有料放送で、進撃の巨人やってました。うん。で、自分は実はですね、見たことがありませんでした。っていうのも、流行る作品は見たがらないタイプの人です。みんながこう騒ぎ出すと、やっぱりね、なんか見たくならないタイプの人間なんですね。皆さんの中にもそういう人はいるんでしょ、絶対。そう、私もそういう人間で、本当に大人気の作品は基本見ないんですよ。で、見る時もあるけど、見ても基本感動しない。やっぱりね、あんだけ大勢の人が騒いでしまうと、これってもうなんか名作すぎて、次元を超えてるんじゃないかって、ってぐらいに期待してしまうのに、まあ面白いけど普通やんってなること多いから、まあタイトルはあげないけど、いろんな作品見てそういう思いしたことあるから、見ないんですよ。うん。ドラマも基本見ないけど、で、まあなんだかんだ、毎晩ね、やってたんですよね。で、別に興味もないし、見るつもりもないけど。なんだかんだ毎晩実家に帰ると、テレビつけて、今日もやってるかな、やってるかな、やってるかな、って気になって、まあ向こうにいる間結構見てしまいました。で、有料放送なので、なんていうか、日本のその本来の放送みたいに、週1でやってるんじゃなくて、もうね、週4で1日になんか3、4話ぐらいを一気に放送するんですよ。で、ロシア語の吹き替え版でね。ちなみに吹き替え版がすごい出が良くて感動したんですよ。本来は吹き替えは好きじゃなくて字幕で見たりしたんですよ、昔はね。今はそのまま日本語で見てるだけなんだけど、とにかく久々の吹き替え版も良くて、面白いじゃんと思って、で、まあ、自分も気づかないうちにちょっとハマってしまいました。で、本音を申し上げると過去は、まあ、オタクでして、で、結構ね、少年アニメとか特に好きだったんですよ。少女アニメとか見たりもするときあったけど、その中でも好きな作品はあるっちゃあるけど、まあ、どちらかといえば、ナルトとかさ、あっち系が好きなんですね。で、日本に来てからアニメ見ることは本当になかった。新しいものは一切見なくて、唯一例外は、カードキャプターさくらって作品ね。それはまあ、私が日本に来たきっかけにもなったアニメで、その続編があったから、それだけ見ました。あとはなんだ、天気の子とか、それぐらいしか見てないんですけど、10年ぶりに、10年以上かもしれないね。こうやってアニメを見て、やっぱりこれは見なきゃいけないなって思って気になって、で、ロシアいる時は本当にこう見たり見なかったり、途中だったしね。だから中途半端にしか見てなくて、まあ本当だったら最初から知らない方がいいネタをたくさん知ってしまったのもあるけど、日本に帰ってきたら、私は誘惑に負けてしまいましてですね、今、Amazon プライムで進撃の巨人も見ています。またオタク女子に戻ってしまったんですけど、まあ面白くて面白くてしょうがないのでめっちゃ見てます。ちなみにもう第4期に入って、もうラストシーズンですね。あと少しで終わるんですけど、まあ、これもね、向こうで少し見ちゃったから、どういう展開になるかはある程度理解はあります。まあ、でもまだそこまで詳しくわからないから、楽しみじゃ楽しみですね。うん、はい。まあ、今日何が言いたいかって、私はそのつもり全く持ってなかったのに、たまたまロシアのテレビで進撃の巨人やってて、そのせいで私もちょっとなんだかこう、ハマってしまったっていうか、うん、結構あとサウンドトラックもすごい良くて、エンディングもそうだし、あと沢野さん、沢野ひろきさんの曲もすごいし、かなりね、サウンドも聞いてて、なんかちょっと久々にこうやってアニメ作品も見てハマって、なんかちょっと楽しいんですよ。まあそれでそれを動画にして、多分動画のタイトルとかサムネを見ると、リョーナがなんかロシアで拷問でもされたのかって思うかもしれないけど、いいえ、拷問は特にされておらずですね。ただ単に、進撃の巨人にちょっとハマってしまいました。まあ、おかげさまでね、こう、一日が面白くて、一日に一話見たらさ、なんか新しい発見があったり、楽しみがあるから、とてもよろしいです。はい。はい、今日はそんなところまでかな。うん。まあ、実家での時間はすごい、こう、楽しくて、で、基本、進撃の巨人見てる時間は、ちょうどお母さんがまだ職場にいる時間だから、
母さんが帰るまで見て、でお母さん帰ると今度はママと一緒にロシアのドラマ見てました。そんな感じの過ごし方でしたね。特に作業のない日はね。はい、では皆さん、今日はここまでになります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。